神と悪魔。1970年代末期から1980年代前半、ナムコにはこのように形容された2人の人物が存在した。さまざまなゲーム制作を手掛ける一方、ジョブコンと呼ばれたマルチタスクシステムを作り上げ、ゲーム制作の効率を飛躍的に向上させた神の深谷翔一。ソフトとハードの両方に深い造詣を持ち、いくつもの不可能を可能にしてきた悪魔の黒須和夫。だが80年代のナムコにはもう一人忘れてはならない人物が存在した。若き天才スーパーハッカー、宇田川春久。困った時は彼に相談すれば何とかしてくれる、彼がいなければナムコはなかったとまで言われた80年代ナムコの影の立役者。しかしこれまで宇田川氏の情報が表に出ることはほとんどなく、知る人ぞ知る存在であった。そのため関係者が語ったとされるいくつもの逸話はいつしか都市伝説とまで言われるようになっていた。ヨンスタは妖怪道中記の隠しパスワードの調査を進める過程で、なんとその宇田川氏とコンタクトを取ることに成功。今回は数々存在する同氏の都市伝説の真相を確かめるとともに、テレビゲーム黎明期を支えた天才スーパーハッカーはいかにして誕生したのか、その歴史も紐解いていきたいと思う。1963年1月6日、東京都文京区。東京大学にほど近い場所で宇田川春久氏は誕生する。幼い頃より機械の仕組みに強い興味を示していたというが、一体どんな幼少時代を過ごしていたのだろうか。テレビやラジオ、時計など近くにあるものを手当たり次第に分解して、その構造を見るのが大好きでした。何でも仕組みがわからないと気持ち悪かったんです。中学生になる頃には様々な機械の仕組みを理解し、自作するまでになったという。さぞかし勉強もできたのかと思いきや、全然でした。小学2年生ぐらいの時点で授業中に回路図を書いているような子供でしたからね。それに喘息気味でよく学校を休んでいたので、勉強についていくのが大変で、休んでいる期間も家で回路図を書いたり電子機器の工作や研究をしていました。自宅が秋葉原に近く、抵抗一本買いに行くのもすぐだったんです。そんな宇田川少年の探求心はとどまることを知らず、ついにはCPU の構造にまで興味が及ぶ。トランジスタや IC の規格表が書かれていた雑誌を読み込み、知識を深めていった。それからしばらく経った1978年8月、当時15歳の宇田川青年は衝撃的な出会いを果たすこととなる。スペースインベーダー、台東が開発したアーケード用ゲームだ。人気のあまり供給が間に合わず、海賊版や類似品も数多く出回った。これがゲーム関係で起こった初の社会現象とも言われている。そんなスペースインベーダーに宇田川青年もやはり引きつけられた。だが少年少女、そして大人が小銭を握りしめ、ゲームセンターや喫茶店に向かうのに対し、宇田川青年が向かったのは秋葉原。スペースインベーダーのコピー基板を見に行ったのだ。しかし学生には高くて買えない。そこで店の人に相談。ロムにソフトだけコピーしてもらえませんか。いや、いくらですか。じゃあ6000円。ということで、なんとかスペースインベーダーのロムデータをゲットすると、まずはザイログのマニュアルのコピー本を3000円で購入し、 Z80 の仕様を理解。次にス
スペースインベーダーの入ったロムにスイッチと LED をつなぎ、 LED の変化でデータを確認。そして大学ノートに0番地から順番に10を書き出していき、ついにはインベーダーの仕組みを完全解明してしまった。ハンドディスアセンブラである。これでいつでも自分でインベーダーを作って好きな時に好きなだけ遊べるようになった。もしもこの時宇田川青年が悪い大人だったら、コピー品を作って大儲けできたことだろう。若くしてここまでできてしまうと、さまざまな話が舞い込むもの。翌年の1979年夏頃に、電波新聞社のある雑誌担当者から声がかかった。ラジオの制作。アマチュア無線やラジオ、パソコン、オーディオなど電子工学の総合入門誌として10代を中心に大変人気があった雑誌。この中のゲームプログラミングのコーナーを担当することになったのだ。すると、この記事を見た人から解析や制作などさまざまな依頼が届くようになった。だが中には、パチンコのロムを改造してほしい、花札のロムを解析してほしいなどというかなり危険な依頼もあったという。ある時、六本木の事務所まで打ち合わせに来てほしいと呼び出され、行ってみると、そこには怖いお兄さんが。俺はここら辺の島を管理しているものだ。君にパチンコのロムを改造してもらいたい。うまくいったら600万円支払おう。成功報酬はなんと600万円。だがうまくいかなかったら海に沈められるかも。なんとかうまく断って一目散に逃げ出したそうだ。そして時代はいよいよ80年代。この頃ゲーム制作会社は、各社簡単に模倣品を作られないようにさまざまな対策を行っていたが、宇田川青年には通用しない。1980年11月に稼働を開始したアーケードゲーム、クレイジークライマー。これも宇田川青年の手によって丸裸にされてしまったゲームの一つ。解析しづらくするために CPU に独自の細工が施してあったそうだが、こういうことをされると逆に燃えるのがハッカーの性。見事セキュリティを突破し解析完了。すると一つの裏技が仕込まれていることが判明。ネームエントリー画面でジョルダンリミテッドと入力するとクレジットが追加されるのだ。ジョルダンリミテッドとはクレイジークライマーを開発した会社の名前。宇田川青年、早速このことを近所でプレイしている小学生に教えてあげた。するとこの情報は瞬く間に全国の子どもたちに知れ渡り、各地で長時間プレイする子どもたちが続出。クレイジークライマーで最も有名な裏技となったのだった。あの時は小学生の拡散力恐るべしと思いましたよ。そんな宇田川青年、ある時高校の先生から、渋谷にあるシステム開発会社がインベーダーのコピー基板を作っていたらしいぞと教えてもらうと即行動。その会社に連絡を取り、そこで電子機器やアーケードゲームの開発を始めることとなった。そこで開発したゲームはスカイベース、カージャンボリー、ポッパーなどなど。宇田川青年の凄さは、こういったゲームのソフト部分だけを開発していたのではなく、基盤設計、つまりハードからソフトまでの全てを一人で開発していたこと。音楽のみ外注でしたね。キャラクターを描いたりするのも、当時 FM7 だったかな、のベーシックかなんかで自分でシステムを作ってやっていました。10代にして
一人で開発したゲームをいくつも世に送り出していたのだ。そして会社への貢献度も半端なかった。電子機器開発の受注が1本2、300万円だったのに対し、ゲーム開発は1本2、3000万円での受注。それを給料も大してかからない一人の青年に任せておけば、数ヶ月で完成させてくれる。会社にしてみればこれほどありがたい存在はない。だが宇田川青年にはゲーム開発をしている中で一つの思いが湧き上がってきていた。もっとメジャーなところで規模の大きいゲーム開発をしてみたい。技術者としては自然とも思える感情が芽生えてきていたのだ。そうして迎えた1983年10月頃、宇田川青年はナムコに直電する。面接に行くのでよろしくお願いします。半ば強引にアポイントメントを取り付けると、その後1時から6時まで何度も面接を受ける。そして12月も終わりに近づいた頃、採用連絡が来て無事入社となった。その際自身はソフト部門を希望していたが、人手が足りないということでハード部門に配属された。数ある開発会社の中でなぜナムコだったのか聞いてみると、やはりナムコのサウンドに魅了されたからですかね。またなぜ最初にソフト部門を希望したのかについては、だってソフトの方が楽ですから。もしもこの時タイトーやコナミ、データイースト、定感などを選んでいたら、80年代のゲームメーカーの勢力図は少し変わっていたかもしれない。1983年の年末に入社し、すぐにやってきたのは忘年会。宇田川青年はそこでポロッと口を滑らせてしまう。最近個人的にファミコンの解析をしているんですよ。ファミコンはこの5ヶ月前、7月15日に発売されており、1983年末時点ですでに40万台以上の出荷を記録。その年のクリスマス市場を賑わわせていた。この時は他に何も言われなかったのだが、年が明けて気持ちも新たに出社すると、自分の机の上に見覚えのある赤と白の物体が。これは紛れもなくファミリーコンピューター。こうして入社して初の仕事はファミコン解析となったのであった。私が入社する前にクロス氏や村田氏がファミコン解析にトライされていたらしいですが、断念されたのだとか。会社で命令分析を表にしていたら、平岡課長が通りかかって、2バイト命令がやたら多いな、自分が作ったタンクバタリアンの CPU に似てるなとおっしゃって、 CPU が6502であることが判明したんです。それで解読に拍車がかかり、1週間程度で大体解明できました。20歳の青年による電光石火のファミコン解析劇。すると今度はファミコン解析の進捗を社長に分かりやすく説明するため、何かゲームを作って見せてほしいとの指令が下る。ガッタンゴットンが好きなんで、それでいいすか。他社のゲームはダメ、うちのゲームで。じゃあギャラクシアンを。そんなわけでギャラクシアンを作ることになったのだが、それもささっと仕上げてしまい、入社1ヶ月後の1984年1月末にはファミコン解析からギャラクシアンの開発までほぼほぼ終わってしまった。しかしゆっくり休む暇もなく、さらにファミコンでギャラクシアン売るからタイトルとかを入れて仕上げてとの指令が。ギャラクシアンは当初ファミコン解析の進捗を見せるためだけのもので、売り物じゃないからと明言されていたんです。ですが突然売ると言われてキョトンとしました。1984年の2月3月くらいですかね。タイトル制作だったり残機表示だったり、
ワンプレイヤー、ツープレイヤーの追加だったりをしていたと思います。当時は 128kbのロムが主流だったんですが、 64kbで入るなら 64kbで入れてくれと言われて無理やりねじ込んでいました。その後ギャラクシアンの回収もそつなく終わり、しばらくすると夏がやってきた。宇田川青年は任天堂にファミコン対応ソフトの販売を報告するため、中村部長と2人でギャラクシアンのサンプルを手に京都へと向かう。任天堂で彼らを待ち受けていたのはファミコンの父、上村正幸さん。ここでサードパーティーの契約などに関して話し合ったという。実はこの時ナムコはたとえ任天堂にサードパーティー契約を断られても未承諾のまま売る気満々だった。そういう気配を任天堂が察知したからかどうかは定かではないが、当時はサードパーティー制に否定的な立場だったにもかかわらず、無事契約が成立する。ここで今だから語れる当時の機密事項。この時サードパーティー契約に際して任天堂より2つの選択肢が提示された。 1. 契約期間は3年、ファミコンの技術使用書を無償で提供する代わりにカセット1本あたりのロイヤリティは100円とする。 2. 契約期間は3年、ファミコンの技術使用書を1000万円で購入する代わりにカセット1本あたりのロイヤリティは20円とする。ナムコはもちろん2を選ぶ。そしてこの時の本心は、3年後は契約交わさないぞ、ファミリーコンピューターという名前を歌わないで売ってやる。ところが勘のいい任天堂はこれも察知したようで、3年契約を交わした1週間後に、やっぱり5年契約でと言ってくる。だがナムコも負けてはいない。知財課がロイヤリティが20円だと次回交渉の際に値上げを要求されたら1円単位の交渉がやりにくくなる、20円ではなく21円にしましょうと提案。この結果契約期間は5年、1000万円でファミコンの技術使用書を購入する代わりにカセット1本あたりのロイヤリティは21円とするという契約で落ち着いた。ナムコの場合、カセットの製造も任天堂に頼ることなく独自に行っていたので、1本あたりの利益は他社とは比べ物にならない。この時応対してくれたファミコンの父、上村さんは、宇田川青年がファミコンソフトを開発してくれたことがとても嬉しかったという。だが、その理由は意外なものだった。私たちがギャラクシアンを持ち込む2週間ほど前にファミコンのオリジナルゲームを持ち込んだ人がいたらしいんです。すると、これは上村さんがファミコンの仕様を外部に漏らしたんじゃないかと任天堂内で懐疑的な見方をする人が出てきたらしくて、そんな折に私たちがギャラクシアンを持って任天堂に行ったので、上村さんは嫌疑が晴れて嬉しかったというようなことをおっしゃっていましたね。大手を振ってファミコンソフトの開発販売を行えるようになったナムコは、サードパーティー契約締結からおよそ1ヶ月後の9月7日、無事に第1弾ソフトギャラクシアンを発売。54万本を売り上げる。それだけ売れれば例の裏技を発見する人も現れる。そう、以前紹介した風の谷のナウシカのナウシカレクイエムや、ミシェル・ローランのサバの女王が流れる裏技、全ての裏技の手順が明らかになったのはギャラクシアン発売からおよそ1年後、1985年10月号のファミマガに掲載された。先ほど宇田川氏は少ない容量の中に無理やり詰め込んだ
とおっしゃっていたが、なぜそんな状況で隠し音楽を忍ばせたのだろうか。売り物じゃないって聞かされていたのにクソというのがどこかにあったのかもしれませんね。売り物として作るのと進捗状況を確認するために作るというのは別物じゃないですか。シェフで言えば客に出すものとまかないのような、心構えが最初から違うのに、それを料理として提供していいものかという心残りのようなものがあったんです。コードを圧縮して機能を追加してというのも、最初から言ってくれていればというのが非常にあって苦痛に感じたんですよ。売り物として作っていれば、最初から全ての機能を入れて 64kbではできませんと毅然とした態度で 128kbにもできたんです。ですからそういうわだかまりもあって、あの隠し音楽はサウンドドライバーもゲームのものとは別に実装されていますよね。そうですね、後から付け加えたので。あの隠し音楽は最初プログラムロムに入れたかったんですけど、曲を入れるほどの隙間がなかったので、キャラロムの方に音楽のコードを仕込んでいるんですよ。キャラクターにわずかな隙間があるから、そこを寄せ集めて、ですからキャラクターを読みつつ鳴らしている感じです。ナウシカの曲は当時ちょうど公開されたから入れたという感じですか。まあそうですね。サバの女王に関しては水谷さんという方が選びました。席が横だったんですよ。音歌を制御するルーチンを入れる余地がなかったので、同じ音歌で表現できる曲ということでサバの女王になったみたいですね。宇田川さんお一人でこっそり仕込まれたわけではなかったんですね。そうですね、共犯はいます。ナウシカレクイエムとサバの女王以外にも数曲入っていますが、あれは何の曲なんですか。あれは多分キャラクターデータの一部を間違って読んでいるんです。ということは意図したものではないと。はい、キャラクターのデータを拾ってしまっているんです。隠し音楽を呼び出すコマンドは、痛恨の AB ボタンを押しながら45回リセットするなんていう簡単には見つからなさそうなものですが、見つかってしまいましたね。割と簡単に見つかりましたよ。プログラム完成後 MSX 事業部の方にデバッグをお願いしたんですけど、あっさり出してましたね。なんかリセットボタンを何度も押したら音楽が流れるんですけどって。いや、なんでそんなにリセットボタンを押してんだよって思いましたけどね。この裏技に関して曲の著作権の問題が起こったそうですが、怒られなかったんですか。徳間書店さんがナムコに来ましたが、開発の際のテストコードが残ったままリリースしてしまったという釈明で納得してもらったと中村部長から伺っているので、お咎めはありませんでした。このナムコと徳間書店の騒動、双方から話を聞いてまとめると、どうやらこのような流れだったようだ。1. ファミマガがナムコに確認なく隠しコマンドを掲載する。 2. それを見たナムコが、これは著作権的にまずいと感じ、掲載許可を出していない画面を掲載したという別の理由をつけ、徳間書店にクレームを入れる。 3. ファミマガ編集部にとっては、ナムコから広告出稿中止や情報提供の停止などをされたら一大事だが、そこでひらめく、ナウシカの版権は徳間書店が絡んでいるではないかと。4. 徳間書店担当者がナムコに出向く。掲載許可を出していない画面を出されたら困ります。申し訳ありませんでした。ところでナウシカの版権はうちにあるんですが。申し訳ありませんでした。開発の際のテストコードが残ったまま出してしまったんです。今回はすいませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。以上がギャラクシアンの隠し音楽にまつわる真相である。いかがだっただろうか。その人生をたどるだけで伝説のオンパレード、そしてナムコ入社から間もない頃のエピソードだけでこの波乱万丈っぷり、とても動画一本には収まりきらないので今回はここまで。次回はギャラクシアン発売以降の宇田川氏の仕事や世に出回っている様々な伝説の真偽を直撃。
今だから話せるナムコのあれこれ、よりディープな宇田川ワールドをお届けする。